チワース。マイガレージやります。評価は2番目に高い非常に好評。値段は2570円。カーメカニックシミュレーターの最新作を買った方がいいんじゃないですかね。まあ大手のゲーム会社と比べるのも酷ですけどね。関係ねえんだよそんなの。レビューを見る限り、マイサマーカーからの影響を感じさせる作品なのだそうです。プレイヤーは顧客の車を修理してお金を稼いだり、自分で車を組み立てたり、その車でマップを走り回ったりできます。ワイパーのゴムのところを変えてほしいんですって。じゃあ少しお借りしましょうか。うん、なんとなくマイサマっぽい。あ、一応ハンコンは使えるんですが、H シッターがうまく認識しないようです。今回はキーボードで運転してみます。クラッチどこ？ここ？わからないんでオートクラッチにします。景色のいいところですね。港だ。お、ボーンショップだ。質屋さんですって。いらないものを買ってくれそう。もうちょっと見て回りましょうか。マップを一通り回ってきました。詳細は省きますが、ここは島のようですね。未舗装路や砂浜、曲がりくねった峠道など変化に富んだマップです。さすがにマイサマほど広くはありませんが、区間を区切ってタイムアタックなんかできたら面白そうです。こちらの方に何か見えたので行ってみます。はまっちゃいましたね。あ、動かせる。ここがジャンクヤードですか。ウェルカメ。いろいろ散らばってますね。中には掘り出し物もあるかもしれません。汚ねえなぁ。 I キーを押すと車の状態がわかります。あっちはどうでしょう。やっす。目があったのでこの子にします。これどうやって運ぶんでしょうね。100ドルでガレージに送れるそうです。帰ろうと思ったんですけどエンジンがかかりません。しかしそんな時でも大丈夫。ジャンクヤードとガレージ間は10ドルでワープできます。なんて親切なんでしょう。親切設計のマイサマとは大違いです。後輪がないためか動かすことができません。ここでボディを直しタイヤをつけてからガレージの中に運ぼうと思います。雨の日に洗車とか頭悪いですけどね。美しい。不安なのでレストアに取り掛かる前に予習しておこう。あ、あの車のことを忘れてた。途中で仕事を放棄してもノーリスクなので助かります。お、スターターの交換ですか。よかろう。薩摩と違ってエンジンは縦置きですね。スターター見っけ。部品をカタログで注文すると作業台の上に即届きます。部品がかなり多いですね。あれ？ない、あった。ラジオくんちょっとうるさいっす。ボルトはこのスパナ1本で OK。 ワンクリックで開け閉めできて楽ですね。新品と見比べてみると違いがよくわかります。逆の作業をすれば完了。うまくいけばコンプリートの文字が出ます。あとはプラグの交換とか。仕事のほとんどが部品の交換ですね。
なぜか完了できません。編集しながら確認したのですが、ちゃんとプラグを交換してる気がするんですけど。もう一度同じ作業を繰り返してみましたがダメだったので諦めました。ちなみに、ボルトを締め忘れると報酬が減額されます。私の場合締め忘れよりも、知らないうちに余計なボルトを触ってしまいわからなくなる場合がほとんどでした。洗車？洗車なら余裕でしょ。これ以上どこを洗えばいいのか教えてほしい。ありえないけど一応。もう十分綺麗だろうが。シュート目か？故障しそう。壊れるー。あ、何言ってんの？うーん。息を殺しちゃったね。俺のことね。なんか芸術的。どちらかというとマイガーベージなんじゃないですかね。ようやくレストアに着手する投稿者。なんだかんだ言って楽しい。FR という未知の領域にマイサマゼイが挑む。あ、すいません。次の投稿がいつになるかは私ですらわかりませんのであしからず。ご視聴ありがとうございました。